天根丸トンネル林道への大滝線は、埼玉県秩父市中津川から、群馬県田野郡上野村大土沢を結ぶ、県管理の林道である。全長21.9キロメートル。埼玉県秩父地方と群馬県の奥田の地域の間には、西方の長野県境に至るまで瞬間な上部山地が連なっており、通年通行可能な幹線道路としては、滋賀坂峠を越える。 国道299号しが坂トンネルが存在するのみである。それより、西方に位置する唯一の峠越え車道が林道上の大滝線であるが、県境越えのトンネルを除いては極めて狭隘、屈曲した未補装区間も含む長途の路となっており、さらに奇襲点とも、既存の狭いな県道、市村道を経由した奥地に位置して、主要道路からのアクセスが困難であるため、 感染交通路としては機能していない。本来の林業輸送路以外には、災害迂回路、登山者用のアプローチ道路としての機能に止まり、他にオートバイや SUV でのオフロード走行趣味者が訪問する程度である。全区間にわたり落石が多発し、路上に散乱している場合もあるが、人里から離れて交通量が少ないことから、 十分な除去ができておらず、途中のダート区間の存在とも、相まって、ロードクリアランスの小さい一般の乗用車での通行は困難である。県境のトンネル付近が2車線相当の福音である。他は、全区間が1から1.5車線の境愛地である。埼玉川のアプローチは、埼玉県道2 1十号中津川三部口、停車場線、仮り,りトンネル高校手前が起点である。 埼玉県側区間の前進は1956年から埼玉県営林の管理用道路林道山吹線として整備開始された経緯があり、1963年時点までに5800メートル以上を延伸していた。埼玉県側は5キロメートル程度に渡り荒い、バラストの敷かれたがれ気味のダートで、舗装路向けの一般車両では通行に困難をきたす悪路である。 その先は舗装路となるが落石が多い。途中トンネルが何箇所かあり、下地極限アーチ橋の山吹橋から山吹トンネルを経て、県境の天根丸トンネルの群馬川高校までが、福音に車線相当の高規格になっている。この付近が最も標高が高く、海抜線200メートル以上に達する。群馬川高校を出るとすぐに京愛路に戻り、 以後も舗装はされているものの屈曲した落石の多い道が連続する。天丸山の東側をめぐるように、海抜1000メートル級の山間部を進み、上野村南部の採用地に位置する小集落の奥名号に近い位置で、林道奥名号線に接続、奥名号から下流のの栗沢集落を経て、渓流のの栗沢沿いに下ることで、国道299号に接続する。定住者のいる、 奥名号、野ぐ沢と国道299号との間は古くから生活道路として整備されており、今愛いながらも一様の通行に耐える。上野大滝線の本体は奥名号線と分かれると従前からの行き止まり路線であったお土林同士線の東沢線を編入、延長する形で天丸山の北側を回り、上野村を土沢で、 国道299号に通じるお土林道と接続する。旧東沢線区間は2011年に改作が完了した区間で未舗装、未整備状態であり、一般車両通行には不適である。埼玉県側では旧中津川林道や金山志賀坂林道とも接続している。ありがとうございます。